お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらキョスケロイジェデッキやっていきたいと思います。キョスケですね。今日は今マジで使われてない、ほぼ使われてない、使ってるのはねマジクラロワ YouTuber でハネハネさんというね方がいるんですけども、その人がねもう頑張って使ってるぐらいですね巨大スケルトンに愛され、愛し愛し続けている、呪われたね、キョスケに呪われたハネハネさんぐらいしか、使ってないんですよ。本当にほぼ使われてないです。マルチも見かけません。まあ、そんな巨大スケルトンを僕はねちょっと今日は救っていこうかなと思いまして、このロイジャイキョロイのねマザネク型ですね。前ハンターかな、ハンターで超流行ってたんですけど、ハンター今さすがに弱いんでね、まあ、ハンターをマザネクにしたねこの方でやっていこうかなと思います。さあ、まあ、というわけで久々に巨大スケルトンを使っていくんですけども、まあ、一応ね12勝はできまして、グラチャレ12勝ぐらいならまあなんとかできるレベルだと思います。マルチで勝っていくってなったらやっぱ巨大スケルトンなかなか輝かないよねっていうね、もう何に何に戦えるのっていう感じですからね。このカード一番の持ち味、相手のユニットを全部ね破壊していく、あのねやっぱカウンターを阻止できるのがねほんと強かったんですけど、まあタワーに対しての爆弾の威力はそこそこにあります。だから、まあ、タワーまで届けば使えないことはないよねっていうけど、言うてなんですよね、やっぱ防衛で輝かないからね、そこがなんか微妙ですよね。さあ LSP 一発飛んでもらって、今回相手はバルーンかな、多分バルーンですね今のところ。あ、いや待って、言うのがさっきから言うのがなんかな、何っていうだからライドラインドラのバルーンデッキとかがあるんですけど、この言うのがいることによって意味わかんないんですよ相手のデッキが。さあちょっとねプレッシャー与えつつ、ディガーもあったのでメガナイトドラドラなんですかね。まあこれちょっと近畿道していきたいですね。ジャンプ受けちゃうんですけど、まあ近畿道できれば大丈夫ですね。もしスケラだったらとか思ったんですけど、まあ多分バルーンかな。相手のユニット的には今んところドラドラメガナイトディガーがあるんでね、メガナイトディガーってなったらまあほぼバルーンでしょうっていう気がしてる。これはねもう一回同じでいいです。これでライドラ咲いて、インドラ咲いて、ザッピーでね、ピピピって、これメガナイトのコストがないので、踏めないんですよ。さあ、ザップを打って、ユーノを出してくる。ですが、もうこれ無限ですね。あとなんなら、あ、とどめのキング起動とか思ってたんですけど、キング起動してましたね。まあ、メガナイトはトリトンで受けれて、まあ、ドラドラがね、ライドラとか僕、対処できないんですよ。っていうのがちょっとだけ厄介なとこなんですけど、相手5があるのかな、ザッピーを突破できないなら余裕で勝てるが、ファイブオーガルならちょっと話は変わるけど、フリーズとかの可能性ありますよね。さあちょっと構えて、こう真ん中あたりにザッピー出してあげればちょうどセパレートもできてね。さあこれ相手は両サイド守らないといけない、そっちサイドに、メガネット出してきたら逆サイが止まらないよねっていうので、このやっぱキョスケロイジャイの強みはそのキョスケプラスのユニットで攻めれるんですよ。今で言うとキョスケプラスのトリトンとか、あとはキョスケプラスの、マザニクで、キョスケプラスのユニットで攻めることによってそっちにコストを割かせられるんですよね。でそっちにコストを割かしたところを逆サイのロイジャイで攻めるのが強いです。なんかやっぱキョスケの後ろにロイジャイをつけたいんですよ、こうやってね。まあこういうのも状況に応じては全然いいんですけども、そのキョスケの爆破でやっぱ相手のユニットそんな解けないので、基本的にはキョスケでプレッシャーをかけます。キョスケプラスユニットでプレッシャーをかけて、巨大スケルトン火力もねそこそこ上がって、タワーに届いたら爆弾のダメージもそこそこあるので、相手もねやっぱ多少は防衛してきます。そこでコストを使わせることによってロイがぶっ刺さりますよっていうので、まあ巨大スケルトンはもうおとりみたいなもんですね。本当に本命はこのキョスケマザネクでコストを使わせたところ逆サイロイですね。なんで、キョスケの後ろにロイジェつけなくていいです。ぶっちゃけ。本当に最後の最後のゴリ押しで決め切りたいなっていう時とかはいいんですけど、もう基本的にはね、出す必要がないと思います。さあ、今回相手はスケバレミニペか、ゴレなのかなとか思ったんですけど、ちょっとなんか形がレアですね。まあ、ゴレクロとかもあん、おい、グレイン来ましたね。で、ミニペッカー咲いたってことは結構チャンスで、まあ、スケルトン部隊の可能性がね、やや。ややぐらいなんですよね。あ、なかったですね。はい。
さあ、来ました。とりあえず、頑張ります。これは、隅っこにザッピー出して、トリトンで近畿道したいですね。いや、えぐ。これ、ファイボからの、ウッドからの、LSP で、残ってほしいよね。まあ、残らなかったですね。いや、今は多分ね、僕の防衛、ワンテンポなんか、下手なのかな。いや、今だね、守れねえんなら、もう守れねえよっていうね、感じなんですけど、これね、ザッピーとトリトンいるから、ミニペック出しやすい、出しにくいんですよ。あ、そうそう、これ引っ張るんですよね。オッケーオッケーオッケー。いや、ナイス。いや、いいロイジェイが、そこそこに決まっていく。で、僕はね、ミニペックが厄介ですね。まあ、でも相手は僕のマザーネクロとかが厄介だと思うんですよ。まあ、ザッピーはね、結局ご利用しでね、ボコボコにされちゃうんで、あんま関係ないよねって。さあ、一発ぐらいなら受けてやりましょうと。これ、結合できたらな、もう端前出していいんじゃない？巨大スケルトンが、なんならタワーに届く？これ、守れないっすよね。あ、守れる？さあ、ザッピーとかも出してあげて、このね、ミニペッカも嫌ですよね。ファイボがあるのか。ファイボがあったのか。いや、ファイボがあるのはちょっと話が違えな。さあ、結構ピンチオブピンチ。さあ。おー、すごい。来ますね。いっぱい来ます。いっぱい来ます。いろいろ防衛しないといけない。防衛がむずいんですけど。で、このゴーレムも守んなきゃいけないんでね。しっかりファイボを組み合わせて、ファイボとエレスピでね、しっかり。あっと、俺のファイボが。いや、オッケーオッケーオッケー。まあ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 。さあ、からのロイジェトリトンですよね。これ言っていいと思うな。でも、ミニペッカ速攻用に、トリトン出して、いや、相手の LSP カバーがうまいですね。あー、やばいやばい、これやばい。さてはえぐい、トリトン抑えたよな俺。さてはえぐい気がするけど、早めにね。やばい、これファイボ、相手ファイボあった。相手ゴレクロなのにファイボあるんですね。これちょっとやばい。あの、意識の外からね。でもゴレクロってことは、おい、行ってこい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 。ナイス、一発 LSP でもう一発欲しい、もう一発欲しい。ナイス、あぶね。いやー、このミニペッカとファイボー、ゴレクロンのファイボーレアですよね。普段は矢の目なんですけどね。いや、びっくりですね。これもまあ、ここ最近マザネクとか流行ってるから、それ用の対策なのかな？よろしく。よし。なんか巨大スケルトンやっぱね、防衛でそこまで輝くかって言われると、なんかね、そんなんなので、まあ、攻めでね、逆に今回は輝くようになりましたよっていう。まあ、別のカードみたいなもんですよね。今までの巨スケを返してほしい感はちょっとありますよね。さあ、今回プリンウッドコカッちゃんですね。で、プリン裂いたので、ここで豚をいっぱい作ってあげると、相手はそこそこにきついんじゃないか。で、豚がいると、ここでロー行くとね、インフェルノタワーだった場合に守りにくいんですよ。まあ、テスラだったらぶっちゃけ関係ないんですけど。さあ、マザネク？いや、頑張れね。いや、ザッピーも頑張れね。いや、これ攻めたる激アツもしかして。いや、いい。しかも豚になる。ナイス？ナイス？もう一匹？おー、今日、今日、熱い。しかも豚がババを押して走る。なんならこれもう一枚咲いたら、端前単体キョスケとかでプレッシャー与えるぐらい。オッケー、オッケー、オッケー。ナイス。今回、ダクプリ型でしたね。ナイトとかの枠がダクプリになってんのかな？オッケー、オッケー。やっぱマザネクが強いですね。巨大スケルトンを救いたい回ですけど、巨大スケルトンの周りが強すぎて普通に勝っていくっていう。さあ、プリンちゃんですね。さあ、いいウッドだ。まあ、ここは無理しなくていいですよね、僕は。うん。気をつけて受けていきます。で、逆サイ来ても LSP とかでね。で、この LSP の枠がね、意外とヒースピとかいろいろね、変えたいと思うんですけど、LSP の方がいいです。というのも、ゴブリンバレルの受けとか、あとはインドラとかのリセットとか、なんかね、LSP ってそこそこの活躍ができるんですよね。ロイジャイプラスの LSP がね、謎にいいんで、これはね、特に理由はないんですけど、スケとかヒースピとかにせず、LSP の方がいいですね。まあ、ユニレベ問題があるならば、あれなんですけど、なんか LSP って程よくね、強いんですよね。なんか、ほんと説明できないんですけど。マジで説明できないんですけど、程よい強さがあるんでね。まあ、僕はもうぶっちゃけ攻めなくて勝てるので、まあ、最後、芋ってね、守っていきましょう。さあ、おっきいな。おっきいから、これ前を止めて、後ろはマザネクでいいんじゃないでしょうか。さあ、自然とね、このカウンターがなっていきます。先ほど言った通り、言ったようにですね、あの、
強スケプラスのユニットでね、こう攻めていくと、こっちにね、防衛コスト相手は下がないといけないので、そうすると逆サイロイが刺さるよっていう、まあ、今のこの場合は同サイでもね、余裕でいいかなっていう状況ですね。まあ、状況判断しつつ、でダークプリンスとかね、ちょっと警戒しながら、で、このね、マザーネクロあたりにゴブリンギャングが、トゥクトゥンってくんじゃないのか？さあ、相手はでも攻めないといけないことによって、ナイスっていう感じで、まあ、巨大スケルトン活躍したかって言われるとわかりないんですけども、まあ、使えないことはないよねって。まあ、なんで、キョスケ好きな方は、まあ、これおすすめですけどね。あと、キョスケロイジェハンター方ずっと使ってたよって方は、まあ、あの、ハンターはね、マジでマザーネクの方がいいと思うんですよ。まあ、マザネクだとね、ちょっとファイアボに弱いとか、ちょっと対空きついとかあるかもしれないんですけども、やっぱマザネクの強さっていうのがね、非常に輝くので、キョスケロイジャイとかキョスケ好きな方には、まあこのデッキは結構おすすめですけどね。キョスケ加工されて使うデッキないんですって方とか、ぜひちょっと使ってみてください。そこそこに強いですよ。そこそこにね。まあ、そこそこです。ダクブリ、エリジャイかな？エレジャイとかでもね、戦えると思うんですよね。ダックプリだったら、まあ、ペッカかエレジャイかに、どっちかで、さあ、ここはもうベビーに対してね、ザッピーでプレッシャー与えていきます。こうすると、もう一枚出さないといけないんですよ、相手は。マジアチか。マジアチはザッピーに攻撃してくんねえかな。オッケーオッケー、ナイス。爆弾で止まってるね。あのマジアチバカっすね。で、こう相手にできなんだろうな。マジアチはダックプリベビー。ああ、LG でしたね。これ一回逆サイ攻めますか。ここはね、逆サイ攻めることによって、まあ、このロイジャーにコストを使わせます。そしたら、相手のエレジャーはね、簡単に近起動できるかなと思ってるんですけど、まあ、ゴリラが流れてきたらちょっと嫌だねっていう、そんな感じ？そんな感じっすよね。さあ、これでキング起動させてもらって、後衛はね、しっかりザッピーで受けていきます。オッケーオッケーオッケー。まあ、これがね、まあ、今流行りのエリジェにも戦えるデッキっていうので、ちょっと強いですよね。エリジェはやっぱザッピーがきついんでね。まあ、僕このマジアチャがちょっと嫌ですけどね。あとスケなんで、プリンスとかなのかな？なんかちょっと、俺が知ってるのと型が違いますね。で、ここはね、ぶっちゃけ無視していいんじゃないかなっていう、マジアチャになんかマズネク出すのも、キョスケ出すのももったいないなと思ったので、ちょっと今のは無視して、これはさすがに同サイでいいんじゃないのか？なんか逆サイも行きたい気もするけど、対エリジャーはちょっと怖いですね。両サイカウンターが来るのも嫌だし、みたいないろいろ状況があります。さあ、キョスケの爆破がね、ちょっとは輝いてくれるんでしょうか？どうなんでしょうか？なんとも言えないですね。さあ、あとはしっかりユニット受けていって、うわ、いいライトだ。いいライトだ。マザネク残ってほしかったんですけどね。やっぱマザネクがね、巨大スケルトンの後ろにいるだけで圧がちげえの。まあでも、キョスケやっぱね、そんな相手のカウンターを全部止めてくれるようなそこまで優秀さはないですよね。うまいな。さあ、これは一旦逆か？で、檻をトリトンで吸えるといいんだけど、トリトンで吸うと、それはそれで、ファイボの樽の、いや、いい。ここでプレッシャー与えると、相手のエレジャイをちょっと楽に抑えられますね、僕。さあ、ザッピーとか出してあげて、多分攻め取るネクるんですよね。まあ、しゃあなし。攻め取るネクるのはしょうがなくて、トルネとライト、さすがに両方のコストとかないと思うんだけどな。やばい、トリトンがそっちから行ってる。やばい。いや、でもそっちにコスト使ったら、一旦こっちか。で、檻が来るな。檻が来る。どこの位置に来るかだな、問題は。さあ、あらマジアチはさすがに飛ぶだろ。オッケー、ナイス。で、LSP で感電して、豚になって、一応5打って、ナイス、オッケー、グッドゲームですね。さすがにこれは勝った。よいしょ。いや、ちょっとヒヤヒヤしますね。まあ、ちょっとだけ。まあ、でも、エレジェンに対してやっぱね、まあ、ザッピーと、トリトンあるので、さすがに勝てるよね。よし。いや、でも、思ったよりやっぱ勝てるんですよね。巨大スケルトンが別に活躍するわけではないんですけど、足を引っ張ってるわけではないので、まあ、シャアなしで使ってあげてるだけですけど、意外といける。キョロイね。キョロイめっちゃ好きだったんですよね。ファイボの枠がクエイクとかもあったんですけど、ま、さすがに今の環境はファイボじゃないとやっていけないし、ウッドイルもタルの方が、陸受け
にもなると思うので使いやすいのかなと思います。さあロリババ一旦転がしていきましょうか。まあ、暇だったら巨大スケルトン流してもいいけどね。ナイトか。ナイトは珍しいね。クロスかスケラかとか。うわ、これちょうど今ね、ないんすよ、僕。これキング起動とかしてくんねえかな、たまたま。焼いてポイズンだ。いや、まあ、しかもこの、見て、マザネクの位置。エロい。ポイズンの外にいる。エロい。しかも墓石を一生無駄にできる。エロい。アイウィズファイボで。エロい。いいね。エロいって言葉を覚えて小学生みたいな。ナイス？ナイス？これちょっとね、マザネクが、あー、いいナイトだ。これちょっとやばいかもですね。やりすぎ。やりすぎピーヤみたいな。でも今回相手がね、ポイズンってことはね、マジマザネクもそうなんですよ。ザッピーもそこそこに無双すると思いますね。だから、ほんと、キョスケ、ザッピーの形積極的に意識して、そこにほんとポイズンとかね、使ってくれたら、もうマザネク一生いきますし、みたいな感じで、やっぱロイだけで行くと、とか、キョスケロイ試合だと、アイシーズの範囲とか、なんかいろいろ範囲で一緒にやられちゃうので、ほんと、遅延系とかね、意外とほんと、両サイド攻めるっていうのがね、めちゃくちゃ強いです、キョスケロイ試合。片サイドにね、攻めがちなんですよね。両サイ振って振って振りまくるって感じかな。さあ、相手はね、防衛から行きますね。どうしようかな。マザネクでもあんま使いたくないよね。あれ5打てばいいですよね。あ、墓石に行くのかな。キョスケ行かないんじゃね。あ、行くのか。さあ、まあ、一旦ここは無理する必要はないよねっていうので後ろから行きましょうか。さあ来たね、ベビドラ来たね。ああいうのを、まあ、キョスケザッピーとかしっかり形を作りながら、よいしょ、これですね。でこれマザネク出したら多分ねポイズン打ってくれるんだよな。オッケーオッケーオッケー。で、墓石を壊して、もらって、意外とすごい、なんかよくわかんなくなってんな。オッケー、豚が頑張ってる。あ、トルネード使いましたね。ってことは、これがきついよねっていう。で、ザッピーとかも足してあげてね。で、一応墓石警戒用にエレスピだけ持って、よしよし。で、巨大スケルトンの爆破でしょ？で、トリトンで引っ張る準備して、オッケーオッケーオッケー。これが強いんですよね。だんだんね、なんか、キョスケプラスユニットで様子見て、いけそうだったら、まあ逆戦。で、ユニットめっちゃ残ってる今とか、チャンスだなと思ったら、同サイドだったり、やっぱキョスケプラスユニットで様子を見るって大事ですね。そっから逆戦行くのか、同サイド行くのか。もうそれだけでね、余裕で勝てるようになります。さあ、やっていきましょう。よろしく。いや、思ったよりなんか負けないし、結構スラスラ勝ててますね。さてはさては全然参る説がありますね。で、ここはね、ザッピーセペをちょっとしたいんですけど、とかトリトンとか出したいんですけど、エレジェな可能性があります。今の環境、檻が出てきたら、結構な高確率で、あれなんですよ。エレジェなんですよ。まあ、だから、ちょっとザッピーとかトリトンは大事に行きたいんですけど、今、ファイボが飛んできたんですよね。ファイボが飛んでこないんですよ、エレジェの時は。ってことは、多分、スケラなのかなと思います。2連続遅延スケラか。そんな偶然あんのか。メガゴ、いや、そう、今ね遅延スケラのもう遅延じゃなくなっ、いや違うな、え、ちょっとわかんねえいやマジ全然わかんねえ、ごめんなさい。なんだこれ。でもスケラっぽいよな、どっからどう見てもスケラっぽいよな。うん、いや、スケラですね、多分。いや、ダックプ。いや、スケラだよな。いや、こういうのは言っていいんじゃないの？だって、巨大スケルトンの爆破で、あー、メガゴ厄介だな。うわー、いい防衛をされますね。あ、でも、檻を裂いてるからこそ、いや、結構ありますね。思ってる入ってくれた。で、スケラだったんですけど、まあ、ファイブがあるので、まあ、マザネクとかね、この辺で使ってもいいんじゃない？これだけでもうざい。いや、ファイブはいらないかもしれないけど、打ってもいい気がした。で、このカウンター守れれるのかってとこですけど、エレスピあるんで、ここで僕トリトン出すんですけど、エレスピとタルぐらいで完封できそうですね。なんならエレスピだけとかでもよかったかもしれん。オッケーオッケーオッケー。なんならエレスピいらないですね。さあ、エレスピあることによって、スキラーね、マズネクファイブ打たれても全然守れるよっていう。これ言っていいんじゃない？いや、結構ヤンキーかもしれないんですけど、ヤンキーぐらいがちょうどいいみたいな。で、ここね、高めにザッピー出して突破しようとすると、ファイブね、使ってくれたら、もう後ろからマザネク出せますよっていう。
さあこういうのが大事ですね。ザッピー、キョスケプラスユニットでやっぱプレッシャーをかけることによってどんどん流れがね、相手のサイクルを崩せますよね。よいしょ。さあここでまたね、橋前キョスケいけるといいんですけど、いや行かれるか、いやいい、いやいいよ、いや絶妙に行かれるな。さあザッピー出した、多分また5打たれると思うんですけど、これもしとけば相手はね一生攻めれないんですよね。ぶっちゃけザッピー残ってんな、しかもなんなら熱い熱いで今折り裂いたのかってことは行きます。でここのねカウンターだけちょっと気をつけて、折り裂いたとか思ったけど余裕でありましたね。こういうのが良くないですよねマジで良くない、本当に笑えない笑えない、マジで良くない。まずね下してLSP もあるしね、一応タルババ転がした方がいいですね。相手がファイブを空振ってくれたりしたら美味しいけど、でファイブ打ったから、まあロイで良かったかもしれないな。でもこのキョスケ受けにもう一枚出さないといけない。相手うめえな、相手もうまいっすね。ザッピー残れ、いやうめえな。さっきまでずっと余裕だったのに今回だけはちげえ。いやでもキョスケ頑張れ、頑張ってくれ、もうちょっと頑張ってほしかったな。惜しいな、届きそうで届かんね。まあ、ここは無理する必要なくて、さあトリトン引っ張ってくる。さあ戦ってきます、端前でファイブを使わせたい。よしここはさすがに大丈夫そうだな。で待って、竹がヤンキーになってる、竹がヤンキーになってる。よしよしよし、ここ行きますか。さすがに今の竹は許せんな、相手トリトンしかねえからな。トリトンというか施設、あれ檻しかねえからな。逆に檻をなんとかしてやったら、いやダークプリの範囲が強い、いや勝て、いやカタ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 ゲーミング、あそこの一発ちょっと疑惑だったな。いやでも流れはいいね。でもう一回ロイ行って、ダークプリンスが厄介だね。ダークプリンス引っ張りたい、引っ張りたいね。いや引っ張れるよ、いやマジ引っ張れる。一応ファイブぐらい打ってあげて、さよならしてあげて、いやマジだるマジだる、えめっちゃ入ってるめっちゃ入ってるめっちゃ入ってる、もう一発オッケー、えナイス、いいファイボでしたね。さては、まあキョスケのバカがあったんですけど、今のキョスケのバカだと相手のユニット全部解けないんでね、ファイボプラスのバカでいい感じにねゴリ押していきましたと、まあ、いうわけでちょっと最後怖かったんですけど結構勝てましたね。まあスケラは多分相性いいのかな、 LSP あるし、まあマズリンクもある人というわけで、ちょっとキョスケ好きな方とか、あ俺キョロイ好きだったんだよなとか、このデッキいいなって思った方はぜひ使ってみてくださいってわけで終わります。よければチャンネル登録高評価もねよろしくお願いいたします。ではお疲れちゃんでした、またね。